んちゃんも TBS、 今回もウィニングレベル2019やっていきましょう。ということで今回はですねトレードになるんですけれども、今回ねトレードしていく選手、はい、誰かと、まあ、ちょ前回ねあのバリーさんをバリーあの FP で来なかったんで、はい、まあとりあえず普通の確保したいということで、はい、まあ、ゲットしたということだったんですけど、まあウィニングレブアプリでも多分19に向けてすごい強くなる可能性はもうかなり、そうだね、もう決まってると思うんですけど、結構相手に使われてめっちゃ嫌だなみたいな選手、まあこの選手いたんで、まあちょっと交換していこうということで、今回交換したポグバを3体ちょっと2円にして、ポグバさんね、まあポグバはねぶっちゃけこの CMF の位置でね結構他にも選手いるんで、まあ今回交換する選手も CFNS なんですけど、ちょっと違ったタイプ、同じようなタイプいるんで、ビエラ、ビエラはまあちょっと役割違うけど、まあ、ではポグバは使わないかなみたいな感じなんで、今回交換するのはこちらサウルですね。サウル、この選手と交換ということで、この選手ね一応30レベルの時の能力、こんな感じになっております。まあなんか突出してるっていうよりかは全体的に高いね、高い系で CMF、はい、ということなんですけど、これがね結構ねボールめっちゃ持たれるんだよね、そうこの選手に。で、ね、あのねヘディングが見て分かる通り、あの30レベル80音だよね、うん、でボール出しも83あったりとかして、大きさはどんぐらいなの？181。いや、まあ、でしかもボックスとボックス、そうこれが大切で、しかも両サイドもできるんだよね。そうそうそう、だから例えばなんて言うんだろう、なんかそのスカットの圧縮じゃないけど、はい、こいつ一人で、まあ、例えばサウルが A だった時にいろんなところを任せられるから、これはかなりなんかどの監督にも入れやすい感じなんじゃないかなと思って、はい、コンディション安定度が6というところなんで、まあまあまあ、あの例えば代表ウィークとか今週、はい、あって多分ライブアップでが結構ほとんどみんな C になってしまうっていう時は、まあ、サウル使うか使わないかっていうとちょっと、まあ、コンディション安定度6の部分があるんで、ね、ただできるところの範囲は広いんでね、うん、で持ち物もダブルタッチ、ワンパー、インターセプト、だってこれ攻撃面でもダブルタッチとか強いし、はい、ワンパーも強いで、インターセプトも持ってるからね、だから守備面でも強いと、そうです、いうことで、この選手がね、本当にちょっと変えていこうと、いきましょうか、はい、レベル1でいくんだよね、でも、だからこの選手育てないといけないね、そうレベル1で使ってる人はなかなかいないだろうからね、レベル1じゃいないだろうね、はい、来ました、はい、もうなんで当たんなかったんだろうっていう感じなんですけど、そうだね、サウル、安心してくださいって感じだね。オッケー、真ん中ということでね、まあ、今回トレードもあったんですが、あともう一つね、まあ来週ルーはライブアップでは来なくてみんな C に統一されるということで、はい、まあ、そこで大事になってくるのが、もうウィニングレブアップでやってる皆さん知ってる通りコンディション安定度、ここが高い選手が大事なんで、今回ねビエラ、これをちょっと育てていきたいね、育てていきたい、ちょっとやっぱ後半8っていうところがありますし、はい、でまあ普通に多分調子が全員 C になると、うん、どこかしらその要は両方任せられる選手というか、例えばボランチもできてサイドバックできますとか、うん、ビダルとかそうだよね、もう、まあ、もう CB とかももう苦しいからできちゃいますみたいな、でそういうちょっと複数任せられる選手を何体か抱えとかないと、調子が代表ウィークと、まあ、その C とかの時は、うん、まあ、厳しいっていうところもあるんで、はい、まあ、今回はですね、ビエラ、後半8、安心して任せられそうなビエラさんに、ちょっと強化を図って、はい。そうだね。ガチあるから、3800円ぐらいあるから、まあ、それちょっと引いちゃって。そうだね。まあ、行こうか、どうなんだろう、何レベルまで、今、45ぐらいまでが、すごいいいのかな。さあ、ロックしてきますね、さあ、で、ちょっと、あれだったら、サウルも。ああ。ただね、これね、グレードフィニッシャーなんだよ。そう。あ、だから、中盤引いた方がいいと思う。中盤引こう。あ、スペシャルエージェント何？あ、これただ一回引けるわ。そうそう、ただ一回引けるでしょ。一応一応。これ黒来たらすごいんだけどな。来ちゃうんじゃない？なかなか来ないね、これ。うん、これなんかね、この予約特典みたいな。そう、これ予約特典かなんかの。うん、何周が来るんだよね、めっちゃ。金。誰だ？一応金は嬉しいけど、真ん中らへん？はい。あ、滑ってますね。無知です、ね。あ、5番。こ、あー、おい。パパ。めっちゃ当たりじゃん。俺だよ。すーごい当たりきたじゃん。え、よくない？え、パワースプロス持ってたっけ？持ってる。じゃあもう育てよう、育てよう。そう。うん。超新種だったらいいそうだよね。めっちゃいいと思う。強い。でもなんか、パートナークラブですよ、基礎。基礎だねー、パパちゃん。うん、アーセナルのやつとか、ね。アーセナルとか結構来るんだよね、もうまた。何週間にわたって。これ何か引けんの？これ、もうこれ終わり。あー、また。
また金だ。スモロ。あ、センターフォワードか。やっぱこうなるからな。フィジカルコンタクト95やん。強い銀だよ。うん。55までいくよ。ワストン。どう？でもスピードがね、ドベル。ドベルだよ。さあ、ということでね、普通に中盤行こうか。そうだね、多分中盤の方が強化できますね。さあ。まあ、あの、ちょっとだけ GP とかで回してもいいかもしれない。うん、4回ぐらい。さあ、黒とかで余裕か、金かな。そう。どっちかっていうと。はい。いいよ、CMF？OMF です、まあ、まあ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 、でも、まあまあまあ、かぶってるみたいな範囲でしょ。あとはだから国籍とかもあるからね。そうそうそう、そう、うん。国籍とか。スペインの選手とかが。そう。いいっすね。え、サウルの場合でそう。サウルの場合はスペインだし、ビエラの場合はフランス。まさしく。よいしょ左。誰だパリさん。あ、ラビオだ。ラビオもね、まあ強いんだけど。いや、ラビオね、強いんだけど。でもあれでしょ、あの、もう持ってるでしょ。持ってる。レベルマックスまでするとマジ強くなるよ、この人。うわ、強い。強いよ。全部高い系。うん。あ、でも食わせがいがある人来たな。そうだね。うん、食わせがいがありそうですね。さあ。ビエラほんと強いからね。ビエラ強い。マジでね、結構差が出るよね。差が出る。持ってるか持ってないかで。スカットの作り、おえぇ、ー、お前、黒当ててんだよ。だって今だって変な地域だったじゃん。いやいや、そうなんだけど、中国だから、それは。中国スーパーリーグ来てんねん。はい、目すごくない？ギラーしてるよね。あ、来ちゃうよ。2枚目来てたね。戻ってきましたよ。マジ？いや、すごい。こいつもう髪がすごい。ちょっとどういうあれだったんだろう。ハウリーノってさ、今はあれ ?8 な。ないよ、7だよ、ね。なんか7かな。ちょっとパウリーヌも使ってみたいね。ちょっと待って、パウリーヌどういうの使ったかすごい気になるよ。でもまあ普通だよ。あれ転がしたりとかして。そっか。転がしたりして。あれ、中央スーパーリーグダメんなよ、お前。ちょっと、待て待て待て、エジル。ああ。無比じゃん。無比持ってた？持ってないと思う。無比どうする？絶対これ FP 来るよ。まあ、来る。FP 無比来るよ。強いなぁ。でも、生贄捧げたいんだよなぁ。CMF、お、来た。あー、変化すんじゃん。オッケー。結構クフな。クルクル、なんでこんなクル。これでサウル来たらウケんだ、めっちゃ。いや、もうこれドッとするわ、お前。もうポグバ、切なすぎて。引く前にやればよかった。そう、イングランド。そう、誰？銀。いやいや、まあ、大体こんなもんでしょ。OMF。はい。まあでも、サウルの場合は右左とかできてたからね。ライトミッドフィールダー。まあビエラはあれなんだけど、サウルはその先を見越してのトレードなんだけどね。まあそうなんだ。代表入りが過ぎ去った後。うん、ゲン！ブラッディ！ブラッディ！お。うん、いいね。CM 品では。パウリネ強いんかな？結構強いんじゃないの？やってみたいね。うん。ただ、まあでもどうなんだろう。だからその、ライブアップでが全部 C の時に、どうなるかっていうのはある。ビエラとか入れちゃうしね。おー、なんかすごそう。アントニオ。アントニオ。オルゴボーグだ。足ちょっぱいのやつ。ちょっぱいや。いやー、でもすごいな。最初にすげー来たよ。最初にすげー来た。いや、びっくりしちゃったな、ちょっと。あ、アルゼンチン。はい、こんな感じでやったらさっき来ちゃったね。そうだって、あ、中国スーパーリーグ赤。おっ、シューめっちゃ来た。一回これもなんかいけそうな感じするな。うん、育てられそうな感じする。入れてみる。うん、一回入れてみてもいいかもしれない。1000円ぐらいもね、ちょっと、あ、そっか、あれがあるから1000ぐらい残しちゃった方がいいのか、一応。うん、FP というか。そう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 。マタちゃんいらっしゃい。実質黒落ち。実質黒落ちって何なの。なんか総合値っていうか、あれは全然変わってないらしいけどね。うん、これで一回止めとくか。そうだね。もうだって黒最初の方に3体来たんだっけ。うん、え、誰が来ただから、パウリーニョ。パウリーニョと、はい、ムヒタリアン。ムヒタリアン、ムヒタリアン2体でしょ。え、2体だっけ。2体2体。え、あとなんか来てたよ。いや、なんか来てたよ。パパサスと思ってて。あ、そんな感じのイメージ、うん、もう終わりでしょ、今日お前これ。えい、ナカンバ。さあ。なんかだったことあるの。
まあ、これぐらいにいいでしょう。で、はい、あれもあるからね、FP の方のもあるんで、うん、まあ、一応ちょっと残しておきますね。で、今ゲットした選手をちょっとね、トレーナーにして最後ピエラに行くと。まあ、どんぐらいあったろうな。さあ、ということで DMF のバドリビルとか使ってみてぇなぁ。バドリビルとかもいいんだけど、せっかくレンタルじゃないし。そう。さあ、どうやさ、おかしいおかしいおかしい。もっと爆発しないと。いや、おかしいじゃん。こっから来るでしょ。入れれば来ると。お願いします。うわぁ、全然爆発しないじゃん。それ通りじゃん。いや、爆発してくれよ。それ通りじゃん。40万いけ。あ、行くんじゃない。うわぁ、ね、寒。うわぁ、39でどんなもん。熱い。強いね、普通に30。あ、これ何年ぐらい行くんだっけ。47。あー、43ぐらいまでしたい。そうだね。まあでも、まあまあまあ、はい、こんな感じなんで、ちょっと、あれ比較してみる？フェイビーメロディ比較してみる？最後。まあいろんなやつちょっと比較してみるか。うん、ピエラ。フェリーペメロとこれ37ですよ。まあほぼ同じ。うん。DMF ですね。ハードプレス。うん、戦い同じですね。身長だと、まあピエラのデカいさ。うん。こんな感じですね。なるほどね。体力から、やっぱりスピード、瞬発とか。やっぱちょっと前目の選手なのかもしれないね。そうだね。だ CMV で置く人も多いじゃん。そうだね。ちょっとやっぱ前目の方のイメージがあるね。そのボール出しとかのやつに比べても、フィリピンメロとかの方がさすがにそこら辺は高くて。うん、だからまあ CMV で置いても全然良さそうなの。ただこの驚異的なヘディングの強さと、そう、フィジカルコンタクト。そう。ジャンプ、ジャンプでもジャンプはフィリピンメロもあるんだね。そのボディコントロールも高いし。スピシュンがいいっすね、ビエラは。スピード85とかなんで。そう。で、このデカさだから。そう。192だからね。うん。そこら辺変わってくるだろうねっていう。はい、といった感じで、まぁ今回ね、トレードで、まぁ一応サウル、まぁゲットしてきたと。ちょっとでも最後に、スキルトレーナー1個つけてみる？誰に？ビエラに。なんかいる？ダブルタッチとか。いるか、巨人のダブルタッチ。まあ24からぐらい。じゃあ1個いってみる。1個いってみようか。なんかつくかもしんないし。なんかじゃあいけます。うん、まあそうだね、せっかくだしね。1個だけよ。1個1個お願いします。あー、まあでも悪くはないかもしんない。いや、いらないでしょ。え、でもノールックパスだとさ、なんかあれだ、あれなんでしょ、視線台とは惑わせ、意表をつく、ほら意表をつくパスが出せるんだ。あ、ちょっとタイミングが違うパスが出せるようになった方が強いんじゃない、真ん中で。ビエラの能力、巨人のね、誰も上の方なんて見てないのに、お前の目線なんて高くて見えねえよ、みたいな。ボールがどっちかだ、みたいな感じだけど、ビエラが思い切りとか。まあ面白いかもしれないですね。これちょっと面白いかもしれない。まあといった感じで、まあ、ビエラ、せっかくゲットしましたし、サウールはね、多分ね、今週 B なんですけど、うん、まあマッチでレベル1なんであれなんですけど、はい、まあでもここで確保しておいて。そうだね、ま、明日またアップ、あれなんでね。そう。代表ウィークが来て、そう、その要は C、はい、みんながコンディションあってると C みたいな時代が来るんで、うん、その時にちょっと活躍するね。そうそうそう。ということで、勝者ボー